様おはようございます。明るく楽しく元気よく、本日もご安全にどうぞよろしくお願いいたします。ということで出発朝からすっきりいたしまして出発をいたします。今から行くのは京都木津川なので、南郷で降りて、まあまあずっとケジバイパス行って、何京阪行って、常用のところからくるっと回って、あれね、京奈和自動車道入るのもありやねんけど、まあ言うてもそんな時間変われへんと思うから、ちょっと南郷で降りて下道をずーっと行きたいと思います。まあ専属で行ってた時の道ですね。あの道をずーっと久しぶりに行こうかなと思っております。さあ南郷、左合図、左すぐもよし、はい、入った、入りました。すごいな、料金所がすぐ近くやな。危ない危ない、ゆっくり行こうぜ。よっしゃ、雨降ったかな。はい、よし、オッケー。さあそれではこっから山道を通っていきましょう。しかしあれですよね、今回久しぶりに3泊4日の運行じゃないですか。こんなほんまのほんまの久しぶりで、18の時とかを思い出したね。あの頃はもう1回出たら3ヶ月4ヶ月帰ってけえへんみたいな感じだったけど、まあ草津でいっぱいトラック止まってね、みんなそこで寝てっていう、この何お仕事、まあ誇りを持ってやっておられる方もおれば、あーしんどいな、もうええわ思ってる方もおられるかもせえへんけど、なんやろ、気持ち的に久しぶりにこう三泊してみて、あートラックドライバーこんなんやったなってなんか思い出したというか、交差点よし、泊まりもね、昔はその日曜日泊まりとかしょっちゅうあったりとか、まあまあまあほぼほぼ帰れへんかったから、20年前の話やけど、その頃はパーキングでがっつり飯とか食っとったけど、どうなんやろね今。昨日も夜草津でこう周りのトラックを見てると、窓を開けてね、自炊しておられる方が非常に多かったような気がします。まあ20年前って言ったらね、何やろ、もう走れば走る分給料になったし、なかなかねこの裕福って言ったらおかしいけど、まあまあお給料もねすごくて、パーキングで全然飯とか食えてたんやけど、今はちょっとやっぱ厳しいよね。でなんか昨日夜周りのトラックとか、まあ自分も含めて、考えてて思いましたね。いや、あの頃はなんで毎日、まあ朝は食ってなかったけど昼と晩はパーキングでがっつり飯食えとったんやろなと思って、まあパーキングで飯食うって言ったら、まあ普通に食おうと思ったら1000円超えるじゃないですか。あー、そんなんようしとったなと思ってねちょっと感じた。まあいろいろと時代の移り変わりなんやろうね。まあでも20年前の僕が18の時も、先輩ドライバーとか結構車の中で飯作っとったよね。なんかどっかで肉買うたから、おい焼肉しようぜとか言って、トラックの中で焼肉とかしとったのも覚えてるわ覚えてる。なんか冬とかなってきたら、おい鍋するから来いやって言って
鍋とかつついとったのは覚えてるな。まあ、でもあれもあれで楽しかったよね、昔は。ずーっと外に出てトラック暮らしやったけど、あれはあれで楽しかった。いやでも尊敬するわ、今でも長距離でずーっとトラックで生活して走り回ってるね方々、ほんまに尊敬するわ。すごいなと思うわ。うわすごいな、これ新名神だいぶできてきたな。すげえすげえ、来てた時まだここの橋かかってなかったのに、なんかもう橋がかかりつつある。すごい鉄骨組まれてる。なんかこんなん見ると人間の力ってすげえなって思うよね。こんなん作り出せるんやと思って。すげえなー。またお茶畑。昨日は狭山、おととい昨日は狭山のお茶畑見たけど、今回は宇治茶のお茶畑。よっしゃ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 、左曲がろう。まっすぐ行ったら藤川さんはいらっしゃいますでしょうか。お仕事か。おらんね。よし、ゆっくり曲がれ、ゆっくり曲がれ。オッケー、ちょいと近道。ちょいと近道しましょうよ。最悪や、もうすぐ荷物下ろすでって言ったら雨降ってきたで。さすがは晴れ男やな、たまらんな。オッケーです、納品完了でございます。ということで、まあまあ待ちましたけども、ある程度早めに終わりまして、心よく納品できましたことを感謝いたします。柏網焼き食堂やって、絶対あるやん、柏の焼き肉やん、めっちゃええやん。忘年会したいな、ああいうところで。危ない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 。よっしゃ、じゃあとりあえずは会社帰って、なんなんかな、まあ明日はいつもの行ってるね、あっこあっこ、あれ何、塩見はないやろうから、まあちょっと楽しみに帰りたいと思いまーす。でもめっちゃ混んでるな。めちゃめちゃ味のある橋よね、この京都木津川、京都そうやな、木津川の、ん、奈良、京都やな、京都やな。もうどっちか分からへんなるやん。めちゃめちゃ味のある橋やったな。全品天然酵母。よっぽど電車好きなんかな。なんか貨物引っ張りそうな電車が建物の中にドスーンと入ってる。頭だけやけど。すっげえ。奈良県へ入りました。大和郡山まで10キロ。奈良ロイヤルホテル。超高級ホテルやろな。すごいですよ、これ奥行きがズドーンとございます、昔からある感じの。また降ってきた、また降ってまいりましたね。さあさあ、ここが大宮通りですか。あ、須田区門やったっけ、あれちょっと見えてんじゃない、見えてないかな、右側にあるんですけどね。須田区門広場やった。左側がもうちょっとしたところの左側が奈良町じゃなかったかな。須田区門広場はもっと向こう行ったところか、まっすぐずーっと行ったところやったかな。この辺の左側がね、奈良のメインの、行きたいな奈良、遊びに行きたいな。あの奈良町行ってちょっとかき氷食べたいわ。いやいやいや、この声の寒くなってきた頃のかき氷もいいじゃないですか。あのお餅つきもちょっと生で見てみたいよね。ツバー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 ンってワイプ入ってくるな。右側方よし。
お餅つきも見てみたいな。めっちゃ混んでんね。やっとこの奈良の街中抜けた感じやねんな。勝也がありますて、勝也が。もう腹減ってるからもう何でも欲しいわ。交差点よし、はい。中心のすぐ内側からの右寄れ、はい。さあ泉四つまで帰ってまいりやした。なんかあっこパトカー止まってんな。右寄っとこう。帰ってきましたね。明日のお仕事は何でしょうか。その前にとりあえず飯を食いたい。今日もカップラーメンや。カップラーメンでよろしいおま。腹減った。到着ということで、帰ってまいりました。ただちょっと今日帰ってしっかりとご飯食べたいから昼飯抜きにしようと思って、ゴローちゃんにいただいたチョコレートを食べたいと思います。いただきます。可愛すぎるから、噛んで半分にすんのはなんか可哀想やから、一口でいこう。この、疲れてる時のチョコレートって最高よね。めちゃめちゃビビン。めっちゃビビン。うまい。しかもアーモンド入ってたんや。めっちゃうまいんやけど、マジで。ほら。やばない。食べよ。